オットー・シェンク、オットー・シェンク、1930年6月12日帯は、オーストリアの俳優、演劇及びオペラの演出家である。カトリックの両親のもとに生まれる。父親は弁護士であったが、ユダヤ系であったため、1938年のドイツによるオーストリア併合が原因で失職した。シェンクは、マックス・ラインハルト・ゼミナールで演技を学んだ後、 ヨーゼフ・シュタット劇場及び、ウィーンのホルクス劇場で俳優として、ウィーンのカバレット・ジンプルで、コメディアンとしてのキャリアを開始する。演出家としての仕事を始めたのは1953年、小さなウィーンの劇場であった。そこでの活動を足がかりに、ブルク劇場、ミュンヘン室内劇場、ザルツブルク音楽祭といった著名な劇場で、ウィリアム・シェイクスピア、アルトル・シュニッツラー、 エデン・フォン・ホルバート、アントン・チェーホフの演劇の舞台を手掛けるようになる。1957年、ザルツブルク州立劇場のモーツアルト作、魔キで、シェンクは初めてオペラの演出を行う。オペラ演出家としての飛躍のきっかけになったのが、1962年のアンデア・ウィーン劇場におけるアルバンベルク作、ルルであった。このプロダクションは、後に、 ウィーン国立歌劇場へと場所を移して上演されることになる。シェンクのウィーン国立歌劇場デビューは1964年のレオシュ・ヤナーチェク作「イエヌーファ」であった。数シーズンにわたり同歌劇場で常任演出家を務める一方で、シェンクはフリーランスの俳優、コメディアン、演出家としてオーストリア及びドイツの劇場、歌劇場、テレビ用のプロダクションで活躍する。 1965年には、オーストリアのテレビ局に起用され、監督として、スターキャストと共に、ベルリのオテロのスタジオ作品の制作に携わった。1970年代から1980年代には、シェンクは、スカラザ、コベントガーデンのロイヤルオペラハウスのほか、ドイツのベルリン国立歌劇場、バイエルン国立歌劇場、ハンブルク州立歌劇場等のドイツの歌劇場と、 契約し、モーツァルト、ガエターノ・ドニゼッティ、ジュゼッペ・ベルディ、アントニン・ド・ボルザーク、ジャコモ・プッチーニ、リヒャルト・シュトラウス、リヒャルト・ワーグナー、エルンスト・クルシェネク、フリードリヒ・チェルハといった作曲からの作品の舞台演出を手掛けた。先鋭的な読み替え演出が主流を占めつつある。ドイツ圏では、保守的に過ぎるとの批判を受けることもあったが、コウモリやバラの騎士のように、 オーソドキシーが生きる演目では高い評価を受け続けた。アメリカではメトロポリタンオペラにおける豪華で伝統的かつリアリスティックな舞台で特に知られている。シェンクのプロダクションのうち最も特筆すべきはリヒャルト・ワーグナーによるオペラニーベルングの指輪四部作で伝統を重んじるワーグナーのオペラファンから真のワーグナーのビジョンを反映したプロダクションであるとして 活災を受けた。このメトのプロダクションは2009年に終了した。シェンクのメトロポリタンオペラデビューは、プッチーニのトスカ2006年の最後のプロダクションとして、ドニゼッチ作、ドン・パスクワーレを手掛け、アンナネ・トレプコが出演した。シェンクは30作を超える映画作品に登場している。 1973年には、アルトル・シュニッツラーの儀曲に基づき、映画、リングの監督を務めた。2013年現在、ウィーンの室内劇場で、リリー・ブレッド作、チャスプを舞台化した作品で主演を務めている。メトロポリタン・オペラでは、ニュルンベルクのマイスター・ジンガー、タンホイザー、エレクトラといった作品で、シェンクのプロダクションを使用している。ウィーン国立歌劇場のヒデリオ、 バラの騎士、メトロポリタンオペラのパルジファル、ニュルンベルクのマイスタージンガー、タンホイザー、ニーベルングの指輪など、シェンクによる演出作品はその多くが DVD で視聴可能である。シェンクは2010年10月、ネトレプコが出演するドンパスクワーレのリバイバル上演のため、メトロポリタンオペラに復帰した。また、2010年12月には、ウィーン国立歌劇場で、 バラの騎士のリバイバル上演を行った。ありがとうございます。